おや、神社かちょっとお参りしていきましょうか。すごいちゃんと綺麗にしてありますね。あれ神社なちょっと神社もかなと。でもあのこれは昭和4年とかってなってますけどね、あの鳥居は大正14年とかってなっとったんで、結構まあ昔からある感じなんですよね。多分宇治子なんですよね。宇治子のっていう町のあそこにある神明神社なんで、そうですね、町のちょっとそこにね、じゃああれがあるんでね、あぶはい、神明神まあなんで地元のあれですね、集落の神社ですよといった感じですよね。ソニープロ結構いろんな町工場があるんですね。養護施設、鉄工、しつも工業製作所、まあこの辺りはでかいところで言うと NTN さんがねでっかいのがありますが、あのその今目の前に見えてるの全部 NTN さんですからね。しまった。バブちゃった。すいません。で、この前の道が、ここ大層道じゃなくて、大層国道に向かってく、大山田の方に入ってくあれか、大山、ネオポリスとかの方に入ってく道だっけ。大層国道のあれだ。ああ、そう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 。うん。こっから、だからぐーっと登っていくとマイカルの方だね。うん、いやいや、マイカルって言うやん。あそこはヨウやなくてマイカルって言うやん。なぜなら、当時マイカルができて、マイカルクワナができた当時ね、この辺りにマイカルってなかったんでね。うん。イオンじゃないでかいのができたっていうね。衝撃が走ったわけですよ。しかもでかかったですかね。でかいショッピングモールが3つ建て並ぶというね、すごい構造だったんで、今でもイオンの中でも相当でかい方じゃないですかね。ですのでね、それはそれはもう三重県民はびっくりしてね、マイカルができたぞと、言ってね、それおののいていたわけでございますがね、気がついたらマイカルが買収されてイオンになっとるやんけということなんでね。そうするとイオンはもうあちこちにあるんでね、ここイオンというともうどのイオンかわからなくなるんで、やはりねマイカルって言った方が知っとればいいと、いうので未だにマイカルという名前が残ってるなっていうところですね。でこのクロスしたところにこんな踏切があったんだ、こっちはこっちでいろいろ太平盛期だとかねいろいろとありますね。工業いろんな精密工業が多いんですね。まあそっか、 NTN さんが預かり合いなのかね。やっぱし NTN さんといえばね、あのベアリングの会社ですからね、かなり精密な、あの機械工作になりますからね。でこの道まっすぐ行ったらいけるか、播磨駅行けそうやな。なんかこっちから行った方が良さそうやな。あ、こんにちは。すいません。播磨駅ってこっちの方がいいです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい。オッケー、地元の人にね、地元の人、こういう時はね、もうね、地元の人に聞くなる。本当に前の間違いないから、
こういう、そろそろぐらいのところだとね、Google マップだとね、入り口の場所がね、ちゃんと把握できてなくてあれらしいんで、やっぱ、ちゃんと、駅自体もこっち側らしいんで、こっち側をもう、行けばいいということなんでね。よしよし。なんて駅の構造はね、頭に入るか。もうあれ見えてるの、そっか。プラットフォームみたいなのが見えるな。番線じゃないですか。今金庫観光になられるとちょっと絶望ですけどね。まあどっち方面にもよるか。これは誰か NTN さんのグラウンドか。学校のあれかな。このすぐ裏手のところに学校がありますからね。ちょっと奥に見えますよね。パステル調な感じのところ。あれ、生徳中学校だっけ。読み方ちゃんと分かってないけど。なるほど、なるほど。あ、駅はこっち側で。だから、ここのことで言ってたから、渡らんと、そのままずっと行く。ちっちゃな橋渡るって言ってましたもんね。あ、というか風が急にやみましたね。午前中すごい風でしたからね。NTN 自動車クラブ会の通勤車両に通行を禁止する。車はダメよと。歩行者専用ってなってます。あ、そんな間抜けれるんだ。え？それは周知じゃないのか。不思議な構造だな。へえ。はい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 、これがあれかな、駅の駐輪場なのかな。どっちだろう、 NTN さんの駐輪場かな。駅の駐輪場してちょっと離れてますもんね。あれは工場っぽいか、工場のあれだね、事業員用か。そうですね。あ、ここの道路が、あ、そうなんだ。結構なかったです。お、禁止。ここも敷地内扱いになってるってことなのかな。へー、南通路もこんな感じになってんだ。へー、ここを渡るに行ったのか。ん？渡らずにこっち側に来ちゃいいみたい。へえ。あ、そうそうそう。結構細かく教えてくれた。いや、こういう時あれですよ。結構到着前でね、2分3分争いよみたいな時だったらね、こういった情報が明暗を分ける時ありますからね。切符だけ買わねえとな。切ってるタイプだよね、ここ。階段はちょっと高い。ということで着きましたね、寄り巻き。